中身は小麦粉でしたってな。なあお前、粉塵爆発って言葉ぐれ聞いたことあるよな。まったく、さっき身をもって経験したばっかじゃねえか。酸素を奪われるとこっちも辛いんだって。ああ死ぬかと思った。喜べ、お前ひょっとして世界初じゃねえのか、この俺を死ぬかもしれねえとこまで追い詰めるだなんてさ。死に物狂いで努力しても一歩も近づけねえ。かといって仮に近づいたところでお前に何ができるってんだ。俺は触れたもの全てのベクトルを操ることができる。俺がお前に触れたら最後、全身の血管と内臓を根こそぎ爆破ってことなんだけど、そこんとこ正しく理解してたのか。まあつってもこのアクセラレーターを前に今こうして呼吸してることそのものが奇跡なんだけどな。それ以上を望むってのは贅沢ってもんじゃねえの。だからいい加減楽になれ。くそったく面白い、チクショー。いいぜ、最高にいいね。愉快に素敵に決まっちまったぞ。お前は右手の力が効いてる。負けたことがないね。あらゆる敵を一撃で倒し、どんな攻撃も反射する。そんな奴が喧嘩のやり方なんか知ってるはずがねえよな。吠えてんじゃねえぞ三下が。何だってな、精一杯生きてきたんだぞ。全力を振り絞って必死に生きて精一杯努力してきた人間が、なんだっててめえみたいな人間の食い物にされなくっちゃなんねえんだよ。精一杯生きてきた、全力を振り絞って生きてきた。なんだよそりゃ。結局でかい口叩くだけで大したことねえな。ほらもう一発かましてやるから、かっこよく敗者復活でもしてみろっての。圧縮圧縮、空気を圧縮圧縮。いいぜ、愉快なこと思いついた。ほらさっきまでの威勢の良さはどうしたんだ。お前にはまだまだ付き合ってもらわなきゃ割に合わねえんだっつうの。アクセラレーター。動かないで。
ミサカ。ごめん。あんたは何一つ失うことなく、みんなで笑って、みんなで帰ることを願ってた。だけどそれは無理。だから、ごめん。なんだかね、勝手なことかもしれないけどさ、それでも私はきっとあんたに生きてほしいんだと思う。やめろプラズマ、風の向きを操り一箇所に集めてプラズマを形成するなんてこんなの私の力じゃどうしようもない。風でも操れれば。だけどそんな力なんて。多分あのプラズマは周りの風を凝縮して作り出されたの。アクセラレーターは風の流れを計算してプラズマを制御してる。だとすれば、お願い起きて。あんたにやってほしいことがあるの。ううん、あんたにしかできないことがあるの。無理を言ってるのは分かってる。だけど一度でいいから起きて。たった一つでいいから私の願いを聞いて。私にはきっとみんなを守れない。どれだけもがいても絶対に。だからお願いだから、お願いだから、あんたの力であいつの夢を守ってあげて。言葉の意味は分かりかねますが、なぜだかその言葉はとても響きましたと、ミサカは率直な感想を述べます。計算式に狂いはないはずだ。この不規則な動きはどう考えても自然の風じゃねえ。まさか。待て、聞いたことは。確か発電機のモーターってな、特殊な電磁波浴びせと回転するって話が。この野郎、図に乗ってんじゃねえぞ。隠したが、お前じゃ俺に届きゃしねえよ。視力検査ってな、 2.0 までしか測れねえだ。それと一緒さ、学園都市には最高位のレベルが5までしかねえから、仕方なく俺はここに甘んじてるだけなんだっつうの。手を出すな。そいつらに手を出すな。面白えよお前。最高に面白えぞ。歯を食いしばれよ
ドバッカ響くぞ